前田モンリョーと出会って、まあ、多分今もう2年同世代なわけやんか、完全に年上って感じだ、それとも同級生って感じだ、それとも年下って感じだ、高貴な感じがします。上な感じがします。前田さんより年上、年上っていう言い方もあれなんですけど、オーラ的なもんなんですかね。前田さんいつ追いつけそうな、このオーラで追いつけない。ちなみにモンリョーのオーラが100やとしたら、前田さんどの辺なんで、0から100やったら20とかじゃない。前田さんいつ20だった、ちなみに。最近髪型を変えて、あ、そこでオーラ変えて、意識を肌治療とかもして、まあ、光の影響をフォローに受けて、まあ、ついたかなっていう。ラワさんはそのラワさん、でもあるけど、めっちゃオーラ、でもそれこそでも90とか100とかに近い。でもなんかモンリョーさんと光とは多分違うから、そのオーラ的なものでしたら、モンリョーさんと光って普通にその素顔を出してってそれじゃないですか。ラワさんって仮面かぶったら100になるとして、素顔の時は20とか20とか。素顔の時ですよ、その帽子とかかぶってて、演奏ラファエルの時です。演奏ラファエルってそんな低い、前の並ぶレベルじゃない。ラファエルなんで、演奏じゃない。